俺前乗りして夜着いてやんか、うん、で新大阪でタクシー乗って、うん、で南行ってくれっつって、うん、で行ったらもうなすっごいずらやねん、うん、運転手あ運転手さんすっごいずらやねん、うん、大阪おるなそのもうこうやって乗してるだけちゃうねん嘘やろみたいな そのパチッと感がないねん、うんな、これ別に普通に南行ってくださいっつって何気なくこうパッて前見たらさここに運転手さんの後頭部が視界に入るやん、うん、すごいねん浮き方がすごいし、うん、これぐらいなんかフック見えてんねん、うん、ここからのなんかフック見えてんねんやもうすっごいズラやん、うん、でここにさ写真あるやん前助手席の前の運転手さん、はいはいうん、一応それ見てん、うん、この写真結構画像荒いやんうん、そうねこれで見てずらって分かんない、うん、フックはフックはこの時は見えてへんわ昔に車へこんだり塗装がはげたりしたらお前、うん、言うてこいよ俺知り合いに板金屋おるから、うん、って言ってくれた先輩で香港さんっていう人がいて、うん、言うて言ったの、うん、ちょいこんなんですわとこんなんすよっつった、うん、うまっって、うん、お前言うてた板金屋紹介したらって、うんありがとうございます、うん、ですぐその場で電話かけてくださってこんなんやわこんなんこんなんライセンスの藤原がいつ行くねんあいついつ行きよるわ言うて、うん、安しちゃって頼むかい言うて、うん、ありがとうございますって、うん、もうほんまその番金屋さんも俺んちと香港さんちのちょうど間ぐらい近いやん、うん、めっちゃええやんほんま助かるから、うん、パーッと持って行ってもうこの間パーッと持って行ったの、うん、朝持って行ったらもうな夕方ぐらいできるからな昨日持って行ったよ、うん、な、うん、なんさ、うん、住所を聞いて入れんねんけど、うん、ないねん板金屋が板金屋さんにも住所聞いて俺ももう一回電話したから、うん、もう聞いたら行ったらないねん、うん、な、うん、ない看板も出てないってなって去年めっちゃ痛くてさなんか知らんけど針にサイズあんのか知らんけどさ俺多分針のサイズ去年 L とかで打たれてんねんなめっちゃ痛いねんお前これ L ちゃうんかってな売ってる時俺打ち終わって、うん、ちゃうもう刺された時もう大人やから耐えれるやんそんな、うん、もう耐えられへんぐらい痛かってちょほんまって言ったもんほんまこれっつって L とかないと思うけどいや L やってあれ俺多分いつも S とかだって献血が血抜く時のが太いわ、うん、ほんまワクチン打つ時の細いよねそんな太くないよいやだから細い中の L やってあれだからわかるレディースの何がレディースの L みたいなことちょっとまあ言うたらまあそういうことかなだから注射の中ではインフルエンザを打つ注射器があるやん、うん、ビッグサイズの軽自動車みたいなことビッグサイズの軽自動車というかなんつどういうことえどういうこといやだからその大きめの矢部太郎みたいなこと違う違う違うどういうこと？じゃあもう例えが全部入ってけへんのおおって言われて、うん、えこの店で俺が顔さすことってと思って、うん、パッて見たら、うん、勝俣さんおご家族でお奥さんと、うん、娘長女長男、うん、お姉ちゃんの方が多分学年上、うん、角のとこ座ってはって、うん、えっつって、うん、おはようございます吹いておはようございますって、うんえ、何藤原君よく来るのっつって、うん、いや、家そこですって、うん、っつって、うん、超近いじゃんみたいなもうめっちゃハイテンションやアルコールも手伝って収録か言うぐらい、うん、俺もちょっとさ、うん、2時間ぐらい飲んじゃってるからさどうぞどうぞっつってえ、勝俣さんの店いやいや、その大将より異性なんだよまあ声でかいからねでももうご家族はお父さんのそういうテンションに慣れてるから、うん、別に普通やもん、ねそうやな、うん、で勝俣さんおって息子さんいてお姉ちゃんいてお母さんでこう挟んではんねんお子さん2人、うん、で俺はこっち側に座ったんやけど、うん、ならさ結構喋りかけてきてくれはんねん、うん、藤原君さここおいしいねっつって、うん、俺初めて来たんだよっつって、うん、人から聞いてさ、うん、でも藤原君はここ何回も来てんでしょ、うん、はいっつってやっぱね俺信用してんだ藤原君のあの食レポ、うん、俺信用してんだよ、うんうまいねうまいよ藤原君、うん、マジで、うん、食レポ今ねめっちゃうまいって言ってくれるんだけども家族3人も